さあ突き押し、突き押し、ただぶれない、まずは受ける、おお全部受けてるね、自分の展開を作るまで我慢っていう感じだね。おお腕持った、後ろ取った、あーこれはもう決まったね、あー強い。この大相撲を見てるとね、耐え切ってから攻めた方が強いかなとか思うんですけど、その耐えれるかどうかですよね、その相手の攻撃を。それができるならこの戦い方は理にかなってますけど、これかなりえぐいからね、何発食らってんねんっていうね。ダメージ量で言ったらね、完全に受ける方がきついけど、それを受け切った後にチャンスが生まれるって考えたら、耐えるのも一つの戦略ですよね。もうこうなってくるとね。